ムロさんじゃない、はい、ね、これ分かるよ、俺分かる分かる、ファイトトゥギャザーでしょ、ファイトトゥギャザー、これはね、これ分かるよ、これ分かる、これワンピースだよね、ワンピースなんです、ワンピースだよ、ついに来たよワンピース、はい、来ました、これはどの辺にかかっちゃったんだっけね、この話ね、ワンピースはマリンフォード編という、あ、マリンフォード、もうあのストーリーの大きな転換点となるところですね。あのファンが多いキャラのエースが亡くなってすぐ後、そう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 、はい、はい、でそこから物語が10年前に遡って、主人公のルフィとエース、それから同じく、兄弟分のサボとの出会いのストーリーが描かれていくところでこの曲が流れてました、はい、で声優さんはルフィは田中真由美さんが演じていらっしゃいます。ドラゴンボールではクリリン、天空の城ラピュタではパズーなどの人気キャラを多数演じていらっしゃる方です。エースを演じていらっしゃるのは古川俊夫さん。ドラゴンボールのピッコロなどで声を聞かれたことがある方も多いのではないでしょうか。サボ役は古谷徹さん。ガンダムのアムロ・レイも演じていらっしゃる方ですよ。まあ、こういうふうに一人ずつ声優さんをきちんとこう調べしていくと、そうそうたるメンバーの方々が兄弟役として出てらっしゃるんだなみたいな。そうだよね、はい、まあ、まあそういう声優さんたちがおやりになったから、はい、ワンピースって作品がどんどん成長したんだもんね、はい、漫画で読んでるだけよりもね、はい、アニメで見た方がすごい立体感があって、立体感があって、ね、はい、見えてくるもんね、はい、でその場面にぴったりな感じでファイトトゥギャザーが入ったんでしたね、うん、はい、オープニング、はい、なるほどね、うん、石坂さんワンピースはどうでしたか、はい、ご覧になることありました。いや、ワンピース漫画もちょっと読んだことありますし、うん、もう映画とかももちろん、はい、見てました、はい、やっぱりすごいですよね、ワンピース、うん、いろんな方に人気があるので、大概ねワンピースはこのアニメが好きですっていろいろなこと言いながらも、はい、ワンピースはって言うと、あ、ワンピースも好きですって絶対ついてくる感じでね、はい、皆さんも好きですよね、うん、また安室さんがそれの主題歌を担当したってなったら沖縄県民としてはやっぱ嬉しいですね。あ、そうだそうだ、はい、ね、沖縄のヒロインですもんね、はい、君はどうですか、松井君、ワンピースについて。ワンピースもいいですね、なんか男のロマンというか、うん、海賊王になるそのストーリー、うん、まあ元気ももらえますし、うん、楽しめますね。そうですよね。なんかあんまりちゃんとなんか感動してない感じだね。決まりきったことしか言ってない感じがするよ。本当に見てんの？あの見てます。見てる、はい、はい、まあアニメ玉っていうねやってるぐらいですから、アニメに興味のある方ということで、松井君もアシスタントをしてもらってるんですよ。はい、はい、ということで我々の番組のタイトルコールをお願いいたします。FRD プレゼンツ AFL 稲垣正幸の声優やつアニメだ。カヌーシャントロン cerise et rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises chifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va doux qu'iront rêvant dépendant de... はい、さくらんぼの実る頃、加藤登紀子さんが歌ってらっしゃいます。紅の豚のオープニングテーマですね、そしてなぜかけたかと申しますと、紅の豚の主役の森山修一郎さんが、この稲垣の師匠であります、声優としての先生ですね。そしてその声優の先生が今年の1月に、お亡くなりになったんですけど、もちろん生きてらっしゃる頃に、僕は40年ぐらいお付き合いがあるんですけど、生きてらっしゃる頃から、お前日本の声優技術というのは世界一なんだからなと、日本の声優技術で、ちゃんと後輩たちに伝えて立派な声優育てろよということを、よく言われてましたということで、アニメ玉というこの番組もやらせていただくようになったわけですね。アニメ玉、声優やっちゃえ、声優を、まあ、
飛び込んで声優やってみたいなという方が、楽しんでやっていただければいいなという思いでやってます。そしてその稲垣というのはどんな人間なんでしょうか。はい、では稲垣雅之さんのご紹介をさせていただきます。稲垣雅之さんは声優、俳優、映像監督、演出家としても第一線に立った経験がおありなんですが、その経験を生かしまして現在はアクティングコーチというお仕事をされています。アクティングコーチとは映画やドラマ、テレビ番組など様々なメディアでお仕事をする芸能人の方に対して演技的なご指導をするお仕事です。芸能界にちょっとでも興味がある方はアルファベットの EUJ ぜひ検索してみてくださいね。はい、その EUJ の、スポンサーさんの EUJ のおかげでこの番組はできてるわけですね、そのスポンサーさん EUJ の CM をじゃあちょっと聞いていただきましょうか。 EUJ は主に東京以外の地域で展開する総合エンターテインメントグループです。全国で漫画、アニメ、ラジオ、映像作品を企画制作しながら、東京以外にお住まいの方々へも芸能にチャレンジする機会を提供しています。芸能というと東京というイメージがありますよね。しかし EUJ では今ラジオをお聞きいただいているこちらの地域でも芸能をオンラインで学ぶことができるんです。紅の豚のポルコロッソを演じた名俳優故森山修一郎さんの意思を継いだ芸能オンラインスクール、最高指導責任者はこの番組のメインパーソナリティでもある稲垣雅之先生です。対象年齢は小さいお子様からシニアの方々まで幅広く学んでいただくことができます。芸能界への一歩を踏み出すことが難しかったあなたも EUJ で地元にいながら芸能を学んでみませんか。詳しい情報はエンターテインメントの E、 ユニオンの U、 ジャパンの J で EUJ で検索してみてくださいね。さあ、先週も予告で出ていただきました FM 小沢の町田さんが来ていただいてます。はい、よろしくお願いいたします。今日出演するんですよね。はい、秘書役で出ます。はい、おばあちゃんの財布です。聞いてください。アニメ玉メイドイン沖縄ボリューム7、タイトルおばあちゃんの財布、作稲垣雅之、出演稲垣雅之、赤座咲、栗生明宝、小津類を、 FM 小沢町田由美。おい木村、何その財布。いつも使ってる財布、昨日実家に丸ごと忘れてきちゃってさ。それにしてもレトロ感満載のデザインだね。なんか部屋に財布らしきものこれしかなかったから。女物じゃないの？これ亡くなったおばあちゃんの財布なんだ。へえ、そういうこと。じゃあ大事に使わなきゃな。うん、俺おばあちゃん大好きだったから。で、南野は昼飯どれにする？ああ、俺は日帰り定食にする。じゃあ俺も日替わり定食の食券買おう。木村くん、第二会議室に至急来てくれる？関先輩、今第二会議室は新プロジェクトのミーティング中なのでは？そうよ、木村くん、レトロな財布持ってるんだって？はい、あ、南野に聞いたんですか？うん、財布のデザインが見たいの。さあ、行くよ。第二会議室にはプロジェクトメンバーである南野が笑顔で待っていた。そして南野の提案と関先輩の後押しでおばあちゃんの財布のデザインを現代的にアレンジする方向で新プロジェクトの方針は決まった。木村くん、ありがとう。もう2週間もスケジュールが遅れていたのよ。デザインのコンセプトがなかなか決まらなくてさ、みんなに詰まってたんだ。いや、俺は別に偶然おばあちゃんの財布を持っていただけで。その偶然が奇跡でしょ。お前が実家に財布を忘れなければ、おばあちゃんの財布を持ってこなければ、俺と関先輩はまだ会議中だったに違いないんだ。奇跡だよ。奇跡と言われて少し恥ずかしかった。その後、関先輩はプロジェクトの結果報告のために部長室に向かった。南野と俺は帰り道に飲みに行こうという話になり、どの居酒屋に行こうかとあれこれ言い合っていた時、関先輩が真っ青な顔をして戻ってきた。木村くん、急いで会長室に行って。会長室ですか？木村、何かどでかいミスをやらかしたんじゃないだろうな。へえ、そんな。木村様ですね。会長秘書の二階堂と申します。お待ちしておりました。柏会長は会長室の中でお待ちになっていらっしゃいます。このドアからお入りください。
なぜ呼ばれたかわかるかい？いえ、わかりません。何かまずいことを。その財布は君のおばあ様が持っていたんだって？ああ、はい。私が10歳の時に亡くなりましたが、その直前にもらったんです。これを大事に持ってなさい。いいことがあるかもよって、本当にいいことがありました。会社のお役に立てたんですから。うん。いつも使っている財布を実家に忘れてきたから、今日はそれを持って会社に来たんだね。はい。おばあちゃんの命日の法要があったんで、入社以来初めて実家に戻ったんです。そうか。きっと君のおばあ様が、いつもの財布をわざと実家に忘れさせたんだろうな。会社にその財布を持ってくるように仕向けるために。え？君が入社した時の配属希望はデザイン部だったそうだね。来週からデザイン部に移りなさい。私から人事部に言っておくから。すごく嬉しいです。でも会長、なんで？失礼ながら、君のご実家に連絡して財布の件を確認させてもらった。それで、君がわざとこの財布を会社に持ってきて見せびらかしたのではないこともわかった。実は、この財布の持ち主は、今から50年前、この会社でトップデザイナーだった方だ。優れたデザインを次々と発表して、我が社の売り上げを何十倍、いや、何百倍にも膨れ上がらせてくれた。だが、ある時突然病魔に襲われて退社された。そのままデザイン業界からも姿を消し、誰もその消息を知らなかった。退社される間際にデザインし、試作したのが、その財布だ。そのデザインの財布は、世界中でそれ一つしかない。君の実家のご家族も、君のおばあ様が生前我が社で働いていたことはご存知なかった。恵まれた才能をお持ちだったのに、病気のため、夢半ばで道を諦めたおばあ様に代わって、孫の君が、我が社を躍進させてくれるようなデザインを描いてくれないか。おばあちゃん、いいことどころか、奇跡が起きた。僕、頑張るよ。というわけで、おばあちゃんの財布というね、アニメ玉を聞いていただきました。そのアニメ玉に出ていただいた、町田さんの感想の録音が残っています。それをまず聞いていただきましょう。おばあちゃんの財布今日流れましたよ。どうでしたか町田さん。いや緊張したんですけど楽しかったですね。楽しかった、はい、それは嬉しいですね、番組をお聞きの町田さんのファンの方また来週町田さんは別の作品に出ます。ぜひ皆さん聞いてみてください。と、まあ、町田さんはねこういう感想を述べてくれました。でも出てる人も一人いるよね。君はどうでしたかやってみて。はい、木村役を演じさせていただきました。はい、あのおばあちゃんの財布をたまたま持っていたということで、うん、それが幸運につながって、うん、まあ、ずっとその移りたかった部門に移れるよということを言われて、うん、あのすごく嬉しかっただろうなみたいなことを感じながら、うん、セリフをなんとか頑張って言わせていただきました。そうなの、はい、本当にさあ今聞いていたリスナーの皆さんはどうね思ってくれたかな。やばいかもしれない、木村役やってくれた松江くんの今の話でした。はい、私は、柏会長というね役で出ましたが、その前に、秘書で木村さんをね部屋の中どうぞって言ってくれたのが町田さんでしたね。うん、はい、はい、この おばあちゃんの財布というのはアニメ玉の作品なんですが、どうぞ皆さんもこういう形でね、今回は町田さんが出ていただきました。もともと私も出てみたいという方がいたらどんどん、積極的にお声掛けください。 FM 小坂 EUJ どちらでも結構です。お声掛けいただければ、対応させていただきます。ではそのアニメ玉にいろいろ出た方の感想の CM があります。 EUJ の CM 聞いてください。声優やっちゃえアニメ玉の番組にも出演しています松江春人です。今までアニメ玉に出演してくださった沖縄県民の皆様のアニメ玉についての感想を抜粋してみました。聞いてください。主人公などの気持ちを考えながら読むのがとっても難しかったです。楽しかった。自分の声を聞くってちょっと恥ずかしいなっていうのもあったんですが、で楽しかったっていう気持ちの方が大きいです。子供たちが今とっても声優さんになりたいってね人気があるじゃないですか、はい、まさかこのおばちゃんが体験できるなんてとってももう光栄です。いかがでしたか。皆様もアニメ玉出演してみませんか。出演してみたいという方は FM ギノワン、メールアドレス 797-1242
@fmginowan.com 石坂宛て FM 小座メールアドレス761@fmkoza.jp 町田宛てもしくは EUJ ホームページより松岡宛てにご連絡をお願いします。さあ皆さんアニメ玉に参加して声優やっちゃえ。東海ビジネスサービス株式会社 IT コンサルティング事業本部教育事業部教務担当ののです。ダイレクトゼミは勉強が分からなくて困っていたり勉強が苦手な生徒さんや効率よく勉強できない部活が忙しい生徒さんなどに喜んでいただいております。オンライン授業では分からないところを解決しながら勉強の楽しさを味わっていただくようにしているのが強みです。一緒に勉強することで分からないことも解消していくことができます。一緒に解決していきましょう。ダイレクトゼミは一人一人に合わせた指導で生徒の性格を把握しながらスケジュール管理から行っております。オンラインというと少し心配だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが生徒さんのペースに合わせ寄り添いながら勉強を一緒に進めていけるのがダイレクトゼミです。興味のある方はぜひホームページをご覧ください。EXILE THE SECOND の曲を今日も聴いていただきました。7月はね EXILE THE SECOND の曲を合計4曲聴いていただいたことになります。今日の曲はトップダウンという曲でした。なんで EXILE THE SECOND の曲をこうフューチャーして7月は選んだかというと、私が演技のお仕事で EXILE THE SECOND のメンバーをいろいろ指導させていただいたのでその関係でね、今もちろんエグザイル本体としても頑張ってやってらっしゃるんですけどエグザイルセカンドとして分かれてグループの中から分かれて活動することもありますのでご紹介させていただきました。曲を聴いていただきました。ね、エグザイルセカンドのメンバーはねですから今回は最初に立花健一君をやって黒木啓司君をやって哲也さんをやってと話してきました。であとはボーカルの方がねネスミス君と、小吉さんっていうボーカルの方が2人いるんですけど途中からといいますかもともとそういうメンバーとは知り合いだったんですが、EXILE THE SECOND と活動するにあたってアキラ君が EXILE から降りてきて、EXILE THE SECOND のメンバーとしてやるときは EXILE アキラ君も今はやってます。でアキラ君はですね台湾の女優さんと結婚されてね、はい、幸せに夫婦2人揃ってお幸せに CM やったりしてますよ。ね、PV にも2人出て2人揃って出ていただいたりしてます。ですからもともと2代目 JSOUL BROTHERS として活動していたメンバーがこの2代目の時には今回 THE SECOND としてご紹介申し上げた3人プラスボーカル2人5人プラス6人今アキラ君の話をしましたけど2代目 JSOUL BROTHERS のことには頃にはアキラ君はその時にはいなくて3代目のリーダーである直樹君と直人君が一緒に2代目やってたんですね。ですから、今2人とも EXILE にいますから、EXILE であり THE SECOND もやったことがあってそして3代目をやってるのが直人君と直樹君ということになります。
ね、でもまあそういうあのエグザイル魂を継承する人があの先輩から降りてきてあの新しいメンバーと一緒にやるっていうのは、うん、ね、ある意味いい傾向ですよね。エグザイルセカンドの曲っていうのは今回4曲聴いていただきましたけど、聴いてみてどうですか？アップテンポでいい曲多いでしょ？そうですよね、うん、なんかノリノリな曲が多いなっていうイメージがあります、ね、夏にぴったりですよね、うん、はい、これからの季節ですね、うん、もう迷わずエグザイルセカンドを聴けば夏は盛り上がるぞということで聴いていただきました、うん、それでは次の取材 CM です。沖縄市宮里にあります合同会社 SHD の桑井です。 SHD とはスマートハウスダイレクトの略です。家庭用の太陽光、オール電化、蓄電池の工事とメンテナンスをしています。いかに沖縄の皆様にエコエネルギースマートハウスの力で喜んでいただけるか、満足していただけるか日々頑張っています。故障や不具合のメンテナンスはお気軽にお任せください。合同会社 SHD の伊礼です。スマートハウスにすることで光熱費を削減し節約したいご家庭、販売店や施工店が倒産した、あるいはアフターがないとお困りのご家庭へのメンテナンス、太陽光10年間固定買取が終了し売電価格も下がり蓄電池をどうしたらいいか迷っているご家庭、蓄電池が高いとお考えのご家庭には100万円以下の蓄電池から揃えております。長年の経験からの技術力に自信があります。太陽光発電、オール電化、蓄電池のメンテナンスや工事はぜひ沖縄市宮里の SHD にお任せください。時には昔の話をしようか、通い慣れた馴染みのあの店、マロニエの並木が窓辺に。時には昔の話をという曲です。加藤登紀子さんが歌ってらっしゃいます。そしてこの曲は紅の豚のエンディングテーマです。紅の豚の主人公森山修一郎を偲んで、6月7月は紅の豚の曲をオープニングとエンディングを毎回聴いていただきました。紅の豚に関してはこの6月7月でこれで終わりです。そして声優の話ですが、アニメの声優ですね。アニメはアフレコになりますが、アフレコの声優さんたち、今日のオープニングで聴いていただいた、ワンピースの話も出ましたけど、ね、アニメの声優さんたちの方が、まあ、有名っちゃ有名ですよね。名前を聞けばね、はい、あの人が、あ、これやってたんだっていうのがね、直結して、まあ、アニメの声優さんたちのおかげで声優ブームが起きたと言っても過言ではないと思います。名前はすぐ浮かばないかもしれないけど、松井君アニメ団をやってる身分として、はい、この声の、このアニメのこの声をやってる人好きだってのありますか？そうですね、やっぱスネ夫役の肝付かんざさんとか、やっぱりなんかあの特徴を声で出されるっていうところがすごく、いや、なんか勉強になるとかすごいなと思います、はい、そうですね、まなみどうですか？声優さん、もう私あのちっちゃい時からドラえもんが好きだったので、ドラえもん、はい、ドラえもんの声、あの昔のドラえもんの声がやっぱ好きですね。大山信也さん、はい、嬉しいですね、はい、ということで、アニメの話、からアニメ玉の話にしましょうか、ね、予告の録音があります、聞いてください。はい、と時間もさせてもらってまいりました。そして来週のアニメ玉について話していただきましょう。はい、来週はですね、怪人ゾンビナートというラジオドラマなんですけれども、今回私結構出てます。やったいや、もう本格的なこのアニメっていう世界観が出てますので、ぜひこちらも楽しみにしていただけたらなと思います。というわけで、怪人ゾンビナートの予告をやっていただきました。来週放送ですよ、楽しみですね、はい、で、桑江君というね、桑江キリ君という少年役をやってくれた男の子がいます。その録音に立ち会っていただいたんですが、はい、どんな印象ありますか？今の見どうですか？いや、このあの練習してくるところを見たのと、うん、あと本番に臨む時のこのスイッチの切り替えが私は個人的にびっくりしました、ね、なんかグダグダしたのがね、うん、やるよったらピッてなったもんね、はい、うん、松井君どうでしたか？いや、もう元気よく少年の主人公のまさに声だ、ね、ございます、はい、ということですよ。来週のアニメ玉も楽しみですよ。ではまたね、この番組にユンタクシーにしてください、スタジオに来ていただいて僕全然結構です。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。